飯塚茂、飯塚茂、げ7月4日から1945年1月12日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、栃木県下津賀群参加も村尾あざ賀で、飯塚も十郎の長男として生まれる。おじ、飯塚国三郎の導きで、行動館、加納塾に入塾し、最終的に段位は、行動館柔道七段となる。1915年、 慶応義塾大学部法律学科を卒業し、同年4月、英国領シンガポールに渡り、英国領マレー半島ジョホール州で、ゴム栽培事業を経営。1918年、南進講師を設立して、社長となり、南は講師常務、大倉スマトラ農場常務なども務めた。1927年12月、財団法人社務協会の設立時に創立委員、その後、 1935年3月まで理事を務めた。1935年頃、ジョホール州のエンダオ川上流で鉄鋼床を発見して採掘許可を得て鉱山開発に成功し、飯塚鉄鋼を設立して社長に就任し鉄鉱石の日本輸出を行った。太平洋戦争が始まると事業をまとめて江南産業とし、 マライ軍政幹部顧問、陸軍食宅を務めた。1942年4月、第21回衆議院議員総選挙で、岐阜、加藤正之介の地盤を引き継いで、埼玉県第1区から、翼山政治体制協議会の推薦を受け出馬して、当選。衆議院に予算委員会委員、大倉障害支局参与、翼山政治改正長陸軍、大東亜県務委員などを歴任した。 陸軍食卓としてフィリピンで活動中に病となり1945年1月に台北で飛行機事故のため死去した。ありがとうございます。